弘前大学で入学式があり、新入生たちが新たなスタートを切りました。弘前大学に入学したのは、大学院や編入も含め1756人。晴れやかな表情で入学式に臨みます。福田晋作学長は、獲得した知識や汗を流した経験が生きる知恵や支える力になると信じて、さまざまなことに挑戦してほしいと激励しました。これからの社会に貢献しうるよう日々努力することを誓います。式が終わると会場の外では、今年から部活やサークル活動の勧誘が解禁になり、新入生たちは先輩から次々とチラシを受け取っています。弘前大学恒例、先輩たちから部活やサークルの勧誘。去年までは新型コロナの影響で禁止となっていましたが、今年から制限がなくなりました。新生活が始まるということで、ワクワクとドキドキがありますね。バドミントンと乗馬、スキー、学祭実行委員会ですね。今新しい土地なので、それこそ桜を見たりとか、いろいろな新しい景色とかを見れるのが楽しみです。新入生たちの講義は11日から始まります。